FM ルシンド DJ のルシンです。昨日の収録で最後に映像の話をするって言ったんですけれども、昨日のラジオの収録後にですね、もう何日も映像やってるんですけど、まあ普段から作ってますんで、もう毎日どころの話ではないんですけれどもね、昨日はその収録後もずっと編集やってまして、寝たのが夜3時なんですよ。それで毎朝ゴミ出さなきゃいけないですから、今日は7時に起きてですね、その後また映像の編集をちょっとだけやって、また二度寝しまして、それからもう今日一日中ずっと映像やってましたね。よくやるなって自分でも思うんですけれども、こういうね、時間のある時にやっておかないとできなくなっちゃうんですね。大学が始まるともうやっぱり毎日忙しいですから、やりたくてもやる時間がなかったりして、なかなかねまとまった時間が取れないんですね。だからその夏休み、まだ大学は夏休みなんですけれどもね、世間的にはもう夏休みもとっくに終わって、小学生とか中学生なんかはね学校に通ってますけれども、大学生はまだ大学はお休みなんですけれどもね、こういう休みの日っていうのがすごく貴重なんですね。それでまだ作業は終わってないんですけれども、もう 90% ぐらいは今作ってる映像出来上がりましたね。アイカーにおけるアートワークの映像なんですけれどもね、今回結構力を入れて字幕も入れたんですよ、映像に。それでその字幕が多分一番時間かかりましたね。字幕入れるとその耳で言ってることを聞いてそれを文字に起こさなきゃいけないんで、タイピングする時間もありますし、音と文字を合わせなきゃいけないっていうのと、誤字脱字をチェックするために何回も見返さなきゃいけないんですね。それで最初映像50分ぐらいあったんですよ。さすがに50分ぐらいの映像っていうのはもうクワッドコア、もう最新の CPU 使ってもすごい編集に時間かかりますし、何しろその映像50分の映像あったら、その映像をチェックするだけで50分かかるんですよ。約1時間かかっちゃうんですよね。それでもテキストのチェックから音合わせとか、あと映像そのものの編集もありますからね、どこで切るとか、これをいらないっていう趣旨選択とかありますから、もうここ3日間で何時間1日映像ね、映像何時間見てんか分かんないですね。もう本当にある意味その薬漬けになってる人の心理っていうのが別の形で分かりますね。もうこれ映像漬けですよ。なんかでもこの話、この映像漬けだっていう話は、なんか去年の夏休みか、もしくは去年の春ぐらいから、春ぐらいにもなんか似たような話をしてたような記憶があるんですね。そういえばその昔脱皮する家の DVD を作った時も3枚組で出したんですよ。あれも本当に地獄でしたね。それで作るのが大変だった割にそんなにたくさんの人に見てもらってないっていう状況があって、まあ報われるためにやってるわけじゃないんですけれどもね、まあ、好きでやってるとはいえやっぱり半分は必要だと思ってやってる部分もあるので、やっぱり DVD3 枚も作んなきゃいけないっていうのはかなり骨の折れる作業ですよね。それで今もまた DVD を作ってるわけなんですけれども、本当に今またまとめて映像を作んなきゃいけないくてですね、くじくんと一緒に映像を作るっていうのは1個ありますし、あと徳差しさんと組んで映像を作るっていうのもずっと伸ばしになっちゃってて、悪いなってずっと思ってるんですけども、それもありまして、あと
もうこれは作り終えて提出しちゃったんですけれども、今度は八戸美術館で、言い直します、八戸市美術館でですね、パレスチナのハートアートプロジェクトの展示があるんですけれども、それの展示に僕資料を送らなきゃいけなくて、それで昔撮った映像なんかを DVD に焼いて作ったりとかですね、あと自分自身もまた映像を作って、それはそれで出さなきゃいけないんですよ。まあその映像って言っても記録映像ですから、多少作品を作る映像よりは楽かもしれないんですけどもね。ただやっぱりここまでね、あの映像の仕事がいっぱい重なっちゃって、やらなきゃいけないことが増えてくるとですね、まあ、このタイミングにでパソコンを買い替えて本当に良かったなと思いますね。パソコンのソフトからデータから全部移すのに1日かかったんですよ。それでそういう作業もやっぱり普段はできませんのでね、こういう夏休みの時間を使ってやれたっていうのはね、すごく良かったです。それでもう今しかできないと思って本当に根気詰めて やってるんですけれどもね。でもまあすごい精神的には充実してますね今、うん。それでその今回まあ映像ができたら全部は無理なんですけれども、それをまた10分ぐらいにまとめた映像を YouTube で流したいと思いますので、まあ、ちょっと一緒に出演してる方の許可なんかがいりますのでね、それはまた返事がいるんですけれどもね、まあ、許可が取れましたら皆さんにまた映像の内容をね見てもらう機会もあると思いますね。まあ今日はあの今作っている映像の話だったんですけれども、やっぱりどうしてもねラジオで話だけしてるとね、映像の内容を載せたくなるんですよね。これ宿命ですよね。やっぱりその話してるだけじゃ伝わらないだろうっていうのがありますからね。まあそういうこともありますので、遅くなってしまうと思うんですけれどもね、そういう話を話じゃない YouTube に今度あげたいと思います。あとですね、今日この前注文してたオリジナル T シャツ、自分が業者に発注してた T シャツができたんですね。それで、まあ、もし欲しい方がいらっしゃいましたらメールいただければ、ちょっと数が余ってますんで、実費だけかかってしまいますけれどもね、 T シャツ代と郵送代だけお配りすることもできると思いますので、メールにてそっちの方は対応させていただきたいと思います。 T シャツの柄なんかはね、また写真で載せておきたいと思いますのでね。そういうことで今日はここら辺で失礼させていただきます。